こんばんは。皆さん、こんばんは。かわいい。かわいい。え？かわいくない？コメント？コメント？こんばんは。レインボースター。かわいいハートありがとう。寒すぎて。よしキティ来てます。寒すぎてよしキティ映らんの悲しいな。かわいい銃ありがとう。寒いよハートありがとう。ほんまに外寒すぎてびっくりした。銃ハートありがとう。破れたありがとう。可愛かった。ありがとう。また会いに来てね。クマ、ありがとう。なんかさ、ハートバラ、ありがとう。今日来い、ありがとうね。今日一日あんまり外に出てなくて、ちょっと帰り道、外に出たら寒すぎて、なんか泣きそうになった。しかもなんか、この T シャツとシャツみたいな、ほんまに薄いシャツジャケットみたいな、シャツとジャケットの間ぐらいのやつを着てたんですよ。だから寒すぎて本気でもう無理でした。あ、無理ですって思った。あ、無理です、これは。あ、無理だよって思った。え、てか紫めっちゃ可愛くない？これどう？え、やっぱ雪降ってたらしいな。リーナが教えてくれた。似合う？ありがとう。MC キョピさんだと嬉しい。え、かわいい。今日かも。かわいい。ありがとう。ね、ドンキにそうドンキで買ったもんめっちゃ可愛くない？ヨシキティ、ヨシキティだよ。しかもなんかめっちゃ可愛い。これここやばい。めっちゃ可愛い名古屋は全然雪じゃない。北海道が雪降ってたらしいでリーナが言ってた。君が大好きで、そう、今日ねいっぱいみんなと目合わせれました。北海道だよ。ハートセリムありがとう。てか今日の前髪めっちゃ良い。今日がこの長さが似合うな、きっと。ん？一度？やば。今日ワンワン、ワンワン可愛かった。目あった気がするよ。目あったよ、絶対に。ジュー、ありがとう。今日がってこんなイメージ？ハート、サイリウムありがとう。インの久々やった気がする。見たよキュンの前髪好き。めっちゃ良くない？今日の前髪めっちゃ良い。長さが明日もっと寒い。え、ちょっと本気で服がないんですよ。寒い時の服がない。来週からまた暖かくなる。最高、最高すぎる。それはなんかできるだけあったかい感じでお願いしたいな大事なもの忘れて。でも見つけたのすごくない？10ありがとう。
K2 の公演の写真の感じ、昨日送った K2 の写真。あーね、確かに最近あんまなかったかも。ちょっと久々で自分もびっくりした、焦った、あれあれちゃうやんと思って焦りましたよ。ポッキー食べたちょっとだけ。でも京香は冬の限定ポッキー持ってます。今食べへんけどお弁当鮭にした、京香は。美味しかった、鮭ありやで、結構鮭ありだすよ。ハートありがとう、やっほー。冬のやつ、そうそうそう、冬のやつ、ココアパウダーみたいなかかってるやつ、あれ一番美味しい。今日もビジュいい、可愛い。でもさ、なんか今日写真見返して思ってんけどさ、涙袋のラーメンいつもより少なくない？きょうちゃんセンターバージョンね、ちょっと最近、ちょっと前ぐらいにやってきりやもんな。全然最近やらへんからね。前髪めっちゃ綺麗じゃない？そう、今日崩れんかった、硬いよほんまに動かへんもん。でもなんか自分からするともうこれが普通やと思ってるから、びっくりされるとびっくりする。逆にあれ、これ自分変なことしてるかなって思っちゃうようになりました。なんか歩いてても普通にえってみんなに反応されるからさ、知らん友達からするとえなんでそんな前髪動かんのって思われるからさ、その京ちゃんからするとこれが普通なわけでありまして、ハートありがとう。うん、15日待ってるよ。毎日天才だよ、ハートありがとう、ハートありがとう。鮭おいしいよ。そう、まつげね、まだ耐えてる。マツパ行くか実はめっちゃ迷ってて、昨日一昨日ぐらいそろそろかなと思ってたけど、意外とまだ耐えてる。今日も美女最強でした、やった。アイドルさんなので前髪崩しません。ジュありがとう。確かに今日ポッキーなんか結構売れてた。普通の味のやつなかった。ポッキーってさ美味しいよな、めっちゃ。なんか久々に食べて普通の味を美味しいと思った。やっぱね、たまにたまに食べると美味しいのよ。そうです、さすがアイドルちゃんでしょ、結婚してえで。バラありがとう、こんばんは、ヤッピーヤッピー、ハートありがとう。ね、早く会いに来てね。今日の声見て、その後キュッピーと連呼してた。え、嬉しい、やったね。ジュン、ハートありがとう。もう今日だった。そうやで、今日もポッキーの日、ポッキー食べようと思ってたのに、もう終わった一日。ハートありがとう。でもみんなくれたから人任せあんねんけどな、冬のやつ。かわいい、バラありがとう。この服良すぎる。
一番ってなるような。え、でもちょっと極細に一瞬心惹かれてる時期あった。極細ポッキー食べたことある？あれね、なんか美味しい。まあ味は一緒やねんけど、細さが違うだけやねんけど、なんか結構良くて美味しかった、ね、ハートありがとう。だからね、あ、これもいいなと思って。だけど冬バージョンのちょっと太めのやつが大好きやから、あれもいいなと思って。でも結局今日ね、リーナが普通のポッキーくれて、これがやっぱり好きだなと思った。普通にポッキー配ってるリーナかわいすぎん？愛おしいで、まったく。極細いいよな。え、ポッキー食べたくなってきた。ポッキー食べよっかな、せっかくですし。ただいま。じじゃん、きゅうちゃんが大好きな、一番好きと言っても過言ではないレベルの好きなやつです。どんだけ開けんのかな。冬だけに出会える美味しさですって。もうやっぱね、本数少ないわけです。レア、やっぱ大好き、大好き。いただきまちゅー。え、くっついてんねんけど、大丈夫そうですか？うん、うん、めっちゃ久々に食べた。本数求め、確かに本数で考えるとお得かも。うまっ、うんうん。美味しい、これ可愛い、こうして、ええ ASMR。 こんなに美味しいならずっとあってほしいなって思うけど、期間限定やからこそ惹かれるものがありますよね。レインボースターありがとう。やっぱり期間限定っていいよね。うん、食べたことある？これ、なんか冬限定のものってさ多くない？めっちゃ冬感じる。だからこれもそうやし、なんかスタバとかゴンチャとかもさ、なんか冬、めっちゃ冬感じるもの多くない？だから夏感じるものってそう考えるとさ少なくない？うん。
確かにスイカ味のものが出始めるとめっちゃ、あ、夏なんやって感じはするかも。でもなんか毎年決まったこれがあってこれないよみたいな、そういうのなくない？夏とか。あ、でも秋は芋好きな人からすると来たこれって感じかな。クマありがとう。そう、ゴンちゃん飲みに行かなあかん。おでん始めた。いいな、おでん食べたい。待って、おでん食べたいかも。だるまありがとう。ハートありがとう。なんか冬は毎年スタバのカップが冬仕様になって、で、あとはそのいちご系のラテ出たり、それで、あ、なんかクリスマス近づいてるなって思うし、やっぱクリスマスってずるいチートよな。だってさ、クリスマスの音楽とか街中とか店でかけとけばなんかもう、あ、冬が来たって気持ちになるやん。ずるいよな、音楽、音楽あんのずるいな。え、大根大好き。大根とおでんくんが好き。うま、ありがとう。でもおでん全部好きかも、中入ってるもの。はんぺんとかは頼んだことないけど、え、なんかでもおでんの卵途中で飽きん？あれ、わからん、今日がなきかな。めっちゃ好きで毎回買うねんけど、卵途中で飽きひん？なんかパサパサしてて、あれってなる。めっちゃ冬やん、肉まんとおでんは。めっちゃ冬やん。ハートありがとう。ね、そろそろキムチ鍋食べたい。味噌おでんというか、コンビニでおでん食べた時になんか味噌置いてあったからもらってつけてみた。つけて味噌、なんならめっちゃ美味しかった。そう、赤から鍋食べてみたい。かけて味噌、かけて味噌、めっちゃ美味しかった、ほんまに。味噌おでんって何？もう味噌で、味噌ってこと？そのだしじゃなくて。気になる。いいな、赤から鍋食べたい。お鍋食べたい。お鍋作ってみようかな。でも実は今日一人でお鍋作ったことあんねんで。いた。え、味噌めっちゃ美味しい。なんか普通になんか名古屋限定感強いけど、なんかソースとかさ、ポン酢とかのなんか海苔で普通に全国に置いててもおかしくないのになって思った。なんかとんかつとか
なんか圧倒的に味噌カツてか味噌かけた方が美味しいような気がした。でもね、今日かなんか欲張りさんやからなんか全部欲しい、ソースも置いててほしいし、一切れずつ違う食べ方したい。一人鍋用のやつ、え、熱っ、買いたい。15からめっちゃ辛そう。でも赤からほんまに行きたい。今年の今冬の目標2つ目赤から行くこと。1個目覚えてる？サウナ行くこと。なんか友達マジサウナ好きでさ、行こうって誘われんねんけどなかなか行く気にならん。ハートありがとう。え、でもサウナ好きになりたい。今日かも一人で行ってみようかな。一人で行くのつまらんよな、しんどいし多分帰りサウナ終わって家帰るの結構むずくない？そう、整う。一人行動できひんからさ、確かにやっぱ誰かと行くしかないか。サウナ行きたいな。サウナ全裸場所によるか。たまになんか水着で行ってる人おらん？そういうところか。確かにサウナ行って赤から行けばいいか。めっちゃいいねそれ。10ありがとう。うん、なんか今日チーク取れてるわ。タコありがとう。今日もサウナ行ったらハマるかな。ね、めんどくさそう。ハートありがとう。だるまありがとう。ハートありがとう。バラありがとう。冬ってさ3月ぐらいまでかな。3月ってちょっとまだ寒かったりするから全然いける。4月でもねちょい寒ぐらいだから3月までの目標にしよう。サウナと赤から鍋食べる。前髪ほんま綺麗な。今年度、あ、確かに今年度いいな。残すところの今年度の。あとありがとう。ご飯お疲れ様、ありがとう。今日も頑張りました。ハートありがとう。
暖房は嫌いやからギリまでつけへん。ほんまにマジ極寒、どんだけモコモコいっぱい着ても無理ってなったらつけるかもしれへんけど、マジで暖房嫌いなんよ。雪にダイブ、めっちゃいいやんそれ。そういうのしたいな、自然な場所。ジュンありがとう。コロケープ一択やんな。京都行ってきた。まずいいな、京都行きたいねんな。京都行きたいなって思ってた。で寒いよな絶対。京都って寒いよな。ちょっとだけなんか不思議、関西でそんなに場所変わらんのに全然気温違うから、行けそうな日待ってるよ。バラありがとう。5月ぶり？めっちゃ久々やん。半年ぶりとか。嬉しい。そう、乾燥する、目めっちゃ乾燥するから暖房は嫌いなんですよ。なんかね、暖房の風が嫌い。ハートバラありがとう。なあ、めっちゃ寒いよな。うわ、京都行きたいな。京都もよく遊びに行ってた。食べ歩きできんのめっちゃ楽しくて好き。行きたいな京都。あり10ハートありがとう。もう最後に行ったんいつか分からんけど、でもなんか京都めっちゃ行っててんな、遊びに。懐かしい。いや懐かしい。京都行こう。また、そう、なんか寺、お寺とか行きたい。神社お寺、お寺行きたいな。絶対行こう。それ京都行くのも今期の、今年度の目標かも。ハートありがとう。お寺行きたい。清水寺めっちゃ眺めいいよな。わ、行こう京都行こう。そういうの見たい、なんかお寺とか。でも人多そうで嫌なんよな。でさ、なんか結構場所離れてない？なんかどこやっけ、めっちゃ繁華街な場所なんやっけ、カラスマみたいなの近く。あのもうほんまいろんな観光ではなく、あら観光じゃなかった。楽しそう。どこやっけ、めっちゃ海外の人めっちゃ多そう。なんなら日本人より多そうなぐらい、なんか普通に多くない？めっちゃな。そう、河原町だ。河原町よく行ってた。何があるってわけでもないけど、何してたかな。河原町よく行ってたんだけど、でも何でもあるもんな。なんか何でもあるよね。うわ、マジで行きたいな京都。懐かしすぎる。遊びに行こう。そうだ、河原町とその嵐山とか食べ歩きするマジの観光スポットとかってさ、結構離れてるやん。プラスそのお寺があるらへんは清水寺の方とかももっと離れてるやん。難しくない？チンアナゴとクラゲって一生見てられるよな。わかる。クラゲ見に行きたい。京都ってほんま楽しいよな。なんか
すごい京都ってめっちゃいい場所やと思う。めっちゃいい、京都好き。だってその観光地お寺もあって、そう錦市場に行きたい。あのエビ知ってる？3つぐらいついてるやつ、串に。あれめっちゃ美味しそうで食べたいねんな。あ、やっぱ11時過ぎちゃってた、ごめんなさい。おやすみって言えんかった。そう錦市場に行きたいんやった。ちょっとメモしとこう。錦市場、ちょ今年中に、今年は言い過ぎやな、今期、まあ、やりたいことリストね、やりたいこと覚えときよって話か。やりたいこと、やりたいこと、サウナ、赤から食べる、京都行く、かっこ錦市場、オッケー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 。そうエビ、3つぐらい刺さってる串のエビ、あれマジで美味しそうでさ、あれを食べに行きたい。10ありがとう。だし巻きとかそういうの食べたい。錦市場はさ、ちなみにどこにある？錦市場ってどこにあんのやろ。サイリウムありがとう、あとありがとう。市場、おお、え、なんや、めちゃめちゃ都会にあるやん、なんや近っ。サイリウムありがとう。近っ、河原町降りてちょっとある。え、そんな近いんや、ほんまや、え、近っ。河原町のもうすぐそこやん。え、こんなとこにあったん、え、全然知らんかってんけど。やっぱすごいな、なんかこういう地図見ててもお寺がめっちゃある周りに、当たり前に。さすが伏見稲荷大社行きたい。うわーマジで京都行きたいな。なんや、こんな近くにあったんや。え、行けるやん。じゃあよかった近くて。これでまだ遠かったら大変やん。ハートありがとう。なんか平日でも全然人多そうやもんな。え、おいしそう。なんかこういうなんか揚げ物みたいな、練り物か、これ食べたい。あ、そっか、確かに名古屋と京都ってさめちゃめちゃすぐじゃない。じゃあ新幹線で何分でしょうか、名古屋京都。だから、え、衝撃、34分やねんけど。え、34分やねんけど、マジめっちゃ近いやん。のぞみ、すごい。確かに大阪からは秒よ。34分やって、すごい、めっちゃ近いな。
そう、なんか関西近っと思ってなんか嬉しくなる。え、めっちゃいいやん、なんか京都、え、で片道なんぼですか？5000円か。え、なるほどね。そう、新大阪までもめちゃめちゃ近いからな。だるま、ありがとう。大阪から京都まで新幹線乗ったらどれぐらいになる？10分。早っ。新幹線使わんかったらどうなるか、いや今度調べるの好きやねんな。2時間20分だって。まあ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 、うわ、でも乗り換えめんどくさいな。へえ、すごい、なんか快速みたいな乗り継いだら2時間ぐらいで行けるっぽい。え、安っ、しかもめっちゃ安いやん。え、めっちゃ安ない？でも辛いか。乗り換えとかなんかお尻痛そう。なるほどね。うん、名古屋から行くことはないと思うけど。まあ京都行こう、こんな近いとは思わんかった。すご、なんかすごいいろんな生き方があるんですね。10ハートありがとう。名古屋と大阪も近いし京都も近い、そう全部近いよな。めっちゃ1時間かからへん。素敵、快速乗っていく。え、何時間で着くの？え、お腹空いてきたよな。わかる、ハートありがとう。え、熱海行きたい。そう、熱海行きたいねんな、思い出した。アヒージョの美味しいお店内緒ないっす。ね、熱海行きたいよな、ドライブしたい。熱海、静岡やったらそんな遠くないんじゃない？名古屋にいるなら。花束ありがとう。熱海あり、熱海行こう、熱海行こう、ありです。いや免許マジでね早く取らないと。来年の目標にします。20歳終わるまでの、21までには絶対に免許取る。さすがに今年は温泉旅行絶対に行きたい。あ、そっか、静岡結構遠いか。新幹線乗るとき思うわ、意外と遠いな。熱海行きたいな。静岡、静岡広いか、確かに。ハートありがとう。サイリンもありがとう。深海水族館とかよりもだって全然遠いでしょ。深海水族館って割と手前にあんのかな。沼津よりかと分かりやすい。 それが聞きたかった、それ。それハートありがとう。沼津はじゃあ結構手前なんかな。え、爽やか食べたい、ハンバーグ食べたい、あり。新幹線の駅6個すごくない？めっちゃあるやん。
海鮮とか、旅行したやっぱでも旅行にさ車なかったら結構無理ゲーじゃない？免許ないと無理よな、移動が難しすぎる。ヒッチハイクは気合入りすぎやろ。あり。確かにあんま遠いとこに車で行くのはきついかな。三つまで行ってちょっとの移動車あった方が絶対楽じゃない？あとありがとう。ポチャマの先生に寄贈してもらおう。どうしよう。それはあんまりちゃむ。免許ちょうだい。バラありがとう。アメちゃんありがとう。免許劇場に送っとくわ、やばいな。疲れ、ハートありがとう。ね、車は車だから車であり、車ということでみたいな。あれやばかった。とゆねちゃんだけ免許持ってる、いいなぁ。教科も欲しい。10ありがとう。10ありがとう。今日はアーカイブ見ます。ゆっくりとゆっくりと見ます。新作見たよ。オムライス潰されててかわいそうやった。あんまりちゃむ。それはあんまりちゃむ。ね、免許の写真どうしよう。こんな感じでいこうかな。こういう感じでいこうかな。はい、撮りますよ。びっくりされるかな、写真撮る人に。あ、ポーズ撮らないで、やめてやめてって言われるかも。でもいつものノリでさやっちゃって、すみませんってなるかも。あり。アーカイブ見ようと。見てね見てね見てね。そう、プリクラのノリで。アイドル衣装で、え、めっちゃいいやん。何着てこ。自分が一番盛れる服装じゃないとな。何やろ、いつ撮れるやろ。欲しいな、頑張ろう。いつ暇やろ。ハートありがとう。歯出すか出さんか悩む。ね、ダチョウ、あの幻のセンターポジ一回だけやったことあるから、
でもマジで幻、それだけ、一回しかしたことないからめちゃめちゃ幻。マリカー得意、負けず嫌いだから。通称よりいけてない、漏れないってこと、難しいよな漏るの。ハートありがとう。ハートだるまチュウありがとう。表から出てきた時、うん、幻のね。ハートだるまありがとう。自信は絶対こっちが好き。左か、人格出る。え、確かに。まあ、マリカーしたいな。マリカーしたい、よく言ってたな。ダチョウキョウちゃん結構可愛かったくない？一回しかやってないけど、なんか女めっちゃピンクな感じが珍しくて可愛かったな。でマリカは誰使うやろ、なんか結構なんか日替わりかも。なんか絶対に決まった強化の相棒はこいつやっていうのなくて、いつも気分でいろいろ変えてます。サイレームありがとう。ピンクかわいいでしょ。ダチョウキョウちゃん懐かしい。キノピオ、何使うっけ。でも今日がね、強そうなの好きやからクッパ使ったりする。だけど進むの遅すぎてムカつく。だけどなんかもうブッブッって感じでいけるから好き。やっぱ人格出てるな。ダチョウキョウちゃん可愛かった、やった。ダチョウキョウちゃんまたやりたいな。ダチョウ可愛いよな、めっちゃ。キョウちゃんは最近思い出以上が多いな、嬉しい。クッパとか使うとか、マリオしたい、ゲームしたいかも。ゲームやりたいな。 3DS とかやってみようかな。マリオ持ってるっけ、持ってない人おらんか。そう、キャラによってね多分違う。なんかクッパとか大きいのはなんかもうブッブッっていけて、ちっちゃいのは小回りできる気がする。気のせいかな。いや絶対ある。そのクッパは加速が遅かったりするね。ね、ゲーム配信したい、何人かで。チュウありがとう。スマブラはね持ってないけど、友達が持っててよく一緒にやってた。
配信見ながらゲームむずそう。きょうちゃんに集中してよ。負けず嫌い、どう考えても強化やろ。どう考えても強化。結構ね、こう見えて重度な負けず嫌いです。こう見えてね。キョッピいいなって感じました。嬉しい、また会いに来てね。僕もスイッチながら見てました。キョウちゃんに集中しなさい。はい。ドンキーコングのゲーム知ってる？なんかウィーであってんけど、それめっちゃ好きやった。めっちゃ楽しかった。なんかそれな、コントローラー投げました。過激派だな。あ、そう、もちろんなんかそのマリオカートで自分より前に走ってる人いたらめっちゃ投げる。いろんなもの当たり前やん、そんな、なんで負けなあかんねんって思って、コーラとかあとバナナとかめっちゃ嫌な位置に置く。なんかアイテムの目の前とか、どう考えてもそこ通らないかれへんやんみたいなとこに置く。当たり前やん、負けたくないもんだって。そう、スイカゲームやりたい。今日かもね、多分ね、ゲーム配信強化絶対向いてないと思う。なんか途中で多分負けたらめっちゃ機嫌悪くなると思うから、絶対やらん方がいい。多分切れる途中で、なんでとか言って、多分怒ってると思うから、強化ゲーム配信向いてない。ハートありがとう。そんな強化も愛せる自信があるなら見てください。想像つくやろ、めっちゃ。なんかマリカーとか、なんか向きになってやってそうじゃない？向きになってあのマリカーとかマリオとか向きになってやるから、そんなゲームやねんから落ち着いてってなると思う、みんな。キョウちゃん落ち着いてって多分なるから、追い抜かしたらめっちゃウィーって煽ってそう。みんな嫌いにならんといてな。そう、ドンキーコングだ。そう、ドンキーコングウィーだったやつ。なんかそのゲームはマジでやってることマリオと一緒。なんかただただ障害物どけて走ってバナナゲットしてゴール目指しましょうみたいなやつやってんけど、なんか BGM も世界観もやっぱマリオと違いすぎてめっちゃ楽しかったん。それが懐かしい。どんな姫を見る覚悟あります。素晴らしい。対戦めっちゃ面白そう。みんなと対戦して強化がめっちゃキレる。なんで強化より先行くん、怒ってると思う。やっぱハンドル握ると人格変わるっていうやん。ブン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 。桃鉄はなんかあんまりやったことないけど、なんか多分ねやったことある、一回だけ。あんま分からんかったし、長すぎて無理やった。あとスピード感欲しいねんな。そのゲームきっかけで。めっちゃおもろいそれ。赤信号いい人いなかったら飛ばしてそう。どんな偏見や、守るよちゃんと。きょうちゃんの置いたバナナならむしろ踏みに行く。え、すっごい嫌なとこに置いてたもん。なんか飛ぶ台、なんかピュンってジャンプ台の前とかさ、めっちゃ嫌なとこに置いてたもん。引っかかってくれる。今日がじゃあこの世で一番嫌いなものを知ってあげよっか。あのマリカーの、 あの青い羽ついてる甲羅、
あれ何考えた人。赤コーラも結構やばいことしてる。ハートありがとう。まあ、レインボーロードとかマジで嫌いやもん。知ってる、あの青いコーラ。まず緑のコーラは、その緑のコーラは許せんねん。なんかほんまに自分の命中力によるから絶対に当たるわけではないや。緑はめっちゃ命中させないと無理やし、なんなら自分に跳ね返ってくることまであるから、まああれ当てられたなら、まあその相手がうまいからしゃあないなって思うし、まあ自分が悪いなって思うねんけど、赤コーラってさ、投げたら絶対前の人に当たるわけやんか。ずるくない？そんなずるいよ。あの青コーラはなんか羽ついてるって、なんか吹っ飛ばされんねん。え、時間もったいないからやめてって思う。シンプルに時間もったいないするのやめてよって思う。あれはなかなかひどい。あれほんま嫌い。自分がもしあれゲットしたらめっちゃ喜んで投げるけどな。やった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 ってなる。間違いない。だから今日がもう負け確定したら逆走とかして遊んでたもん。なら逆走ですよって、あの雲の上に乗ったさ、カメみたいなタートルズがさ、名前知らんけど、あれが、逆走で、あ、そう、ジュゲーム、そう、逆走ですよ、逆走ですよって、なんか、看板持ってさ、逆走だよって言って、なんか、言ってくるやん。あれが面白くて、ずっと無視していってた。あれめっちゃおもろい。そう、マリカめっちゃやってたから、語ります、語りっち。いや、ほんまに負けず嫌い。自分が勝てるためならもう何でもしますよ。もう何でもしますよ。反抗期間違いない。反抗期すぎた。反抗期でした。今は違います。反抗期は誰にも送ります来ますからね。マリカやりたいな。え、 3DS のマリカは持ってたっけな。まだあるかな。まずマリカー配信ね、ちょっとやりたくなって やりたくなってきた。もう今は大人、そんな逆走なんてしませんわよ。ショートカットって逆に遅ならん？むずそう。え、あとみんなさ、ココナッツモール知ってる？京子が一番好きなステージ。いや、ココナッツモールが一番好き。え、これ同感ですよって人いる？結局マリカーの中で一番好き。ココナッツモール、なんか友達とやるときにさ、ね、どこでする、どこにするみたいな、みんなどこでもいいよみたいな感じやん、大体。でココナッツモール来たときめっちゃテンション上がる。いや、分かってるなって思う。めっちゃ思う。え、なんかほんまにショッピングモールみたいな、ココナッツモールめっちゃ好きやねん。ありがとう。え、ココナッツモール知らん、みんな。めっちゃ好きや、そこ一番好きやな。 3DS の懐かしいな。ウィーかな、やってたの。もしかしてウィーのやつかもしらへん。え、レインボーロード好きな人おるん？逆にあんなの。ヤシの木みたいな生えてるような気がする。ココナッツモールめっちゃ楽しいから、マジで。そう、ショッピングモールみたいな感じ出てくる。声ありがとうね。あとマリカあるあるは、なんか新しい道見つけたらめっちゃテンション上がる。え、なにこれ、唐揚げくん当たりくじやって。ちょっと待って、かわいすぎんねんけど。はいはい、キティさんがカッカカラギくんのやつかぶって、かわいい。え、これガチ？え、マ
ンリオコラボ味やって、やばいねんけど。メルヘンなお味がしそうね。やば、めっちゃ可愛い。これ食べたい。可愛い。知ってた？このキティちゃんの。いいな、キティちゃんに会いたい。キティちゃんのさ、このさグッズマジで可愛いねんけど。なんか今チャーミーキティめっちゃ着てない？チャーミーキティグッズ欲しすぎんだが。なんかしかもランダムのやつがあって、ストラップ、顔鼻とボンボンリボンちゃんとキティちゃん、チャーミーキティちゃん、やばこれ当たりくじ、やば、でかいやん。ハナキティ、ハナキティ、ハナキティ、これほんまかわいい。チャーミーキティ大好き、マジでかわいいから自分。ハートありがとう。チャーミーキティはね、マジでかわいい。欲しいよ。かわいい。やばい、間違えた。これじゃないよ。チャーミーキティ、マジでかわいい。あ、かわいい。なんでこんなかわいいん、キティちゃん。愛してるんだが。うさはなか。顔鼻とか言って、うさはなやった。いつからやろうな、この唐揚げくん。めっちゃ気になる。やばい、ほんまにチャーミーキティかわいい。何これ、かわいすぎ。全部かわいいねんけど。ペルシャヌ、ペルシャ猫の女の子、キティのパパが誕生日プレゼントにくれたペット。ペットなんや。トレードマークの鍵のネックレスは持ってるとラッキーなことが起きる。かわいい、かわいい。このストラップが欲しい。これほんまに欲しいねんけど。ランダムきちいな。このリボンついてんのかわいい、かわいい。何見てんのって話やんな。サンリオのあのオンラインショップ見てた。チャーミーキティのグッズがね、今あるんですよ。知ってた？みんな本気で可愛い。なんか妹いるし、しかもハニーキュートやって、めっちゃ可愛い。ハニーキュートやば。それな、猫が猫飼ってんのほんまにわからへん。謎すぎる。可愛いからいいの。めっちゃ可愛い。チャーミーキティのしかも妹までいる。ハニーキュートとやらがかわいいな。キティが決めたんやって、誕生日10月31日。この間やん。しかもキティの誕生日の1日前。かわいちぎる、かわいちぎる。キティが森で見つけた大切なアンティークの宝石箱の鍵。おしゃれ、アンティークの宝石箱やって。なんとおしゃれなキティちゃん。キティちゃん元気してるかな。痛いな。あと20分でアーカイブ見れる。嬉しいですね。ハニーキュートって知ってた？教科は知らなかったな。悔しい。研究不足ということで。お腹すいたんけど、どうしよう。こんな時間にお腹すいちゃったよ。困ったな。シャーシャーショールームしてるやん。
かわいい、かわいい、会いたい、会いたいんですけど。 TGC 見てきた。あ、いいな、ゆずぽさんとみおまるさんの出てたやつ。かわいい、マジでかわいいね、今日はもうワンワン見る。会いたいなね、きょうちゃんの声見に来てよ。ハートありがとう。チェちゃんかわいい。みんなおでん食べたい。待って、おでんマジでありやな。おでん売ってるかな。おでん食べたいかもしれない。だるまありがとう。コンビニのおでんほんまに美味しい。かわいい、なんか踊ってる、かわいい、踊ってるシャイシャン。ねえ、劇場来てよ、待ってるよ。うん、レトルトのおでんあるな、そういえば便利。だるまありがとう。かわいい、会いたい。絵でだるまありがとう。乙女ちゃんが起きました。それ見なきゃ。乙女さん、乙女さん、え、これシルクさん後ろいる？クッション？白いふわふわだね。今日の公演キョッピー尽くしね。鍵穴とワンワンもできてね、ハッピーキョッピーです。23の時間がない。お、来てね、当たりますように。かわいい、姫が笑っている。シルクさん寝てるんだね、かわいい、かわいい推しメンの配信を見ながら配信してる。推しメンを見てる、みんな謎な。ワン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 。ね、今日がって犬と猫で例えるとさ、どっちやと思う？それずっと気になってて。え、今日がって、じゃ あ、みんなに質問します。はい、ここで、きょうちゃんを動物に例えると何ですか、言ってみてください。ね、今日がって動物に例えると何、何やろ、何っぽい。お犬様、お強いお犬え、なんかブルドッグみたいな。猫、子犬、猫、狐、ね、コアラ。確かにひっつき虫やもんな。猫、猫要素持った犬、うむずあ、うさぎあるわ、多分寂しがり屋。猫、猫、え、わかんない。キツネ、
マントヒヒ、クセ強クセ強。確かに人懐っこいから犬。タヌキ、ポンタ。え、なんなんやろ、なんなんやろ自分って。なんかこの人といえばこれでしょみたいなあるやん。でもさ、なんか犬、リーナ犬で、アンズ絶対猫やん。そういうの羨ましいなと思って、今日がもなんか動物に例えてこれっぽいみたいなの欲しいなと思うねんけど、何やと思う？大型犬小型犬じゃないの？そう、今日はねダルメシアンなのかなにした。でも多分前もあれやった気がする。うさぎさんかな。リーナはね本気でなんか本物の犬です。リーナは犬、リーナはマジで犬です。かわいい、ワンワン。だけど他の獣医師は何なんやろ。サックは猫ちゃん大好きやけど、あ、でもサック猫っぽい。なんかほんまにペルシャ猫ペルシャ猫っぽい。ペルシャ猫が何か知らんけど、なんかすげえおしゃれな猫っぽいな。え、これこれ、え、なんかペルシャ猫、え、かわいい、かわいい、待って、え、ペルシャ猫やば、え、これかわいい、そう、ゆうねちゃん何やろうと思って、そう、今日かひよこ、ひよこは？いや、ひよこ好きなんやけど、ひよこっぽいって言われたことあるでもたまにおらん、マジでめっちゃひよこっぽい人、どう考えてもひよこやんみたいな人たまにいる。いいな、今日がペルシャ猫みたいな人になりたいかも人、ペルシャ猫みたいな人、猫みたいな人。ゆうねちゃんはうさぎ、うさぎ？うさぎってどんなん？うさぎ、あー、うさぎかな。でも今日どう考えてもひよこじゃないよなこの感じででもウサギっぽいって言われたことある。さっくんパンダ好きなんかな。なんかパンダ、サインパンダじゃない？パンダ好きなんかな。やっぴー。でくるみちゃんむずい。くるみちゃん、え、くるみちゃんはでも猫っぽい気がすんねんな。人見知りみたいな。フェレット、フェレットって何？フェレットってなんだ？クッパ！なんか一人だけ可愛くないやん。乙女ちゃん出てきたってみたい。乙女さん。乙女さん、乙女さん。乙女さん。にゃんにゃん。かわいい。フェレットでもなんか見たことある気がする。うん、ももが結局自分は何なんかわからんかった。
かわいい、シャンシャンかわいい。小判バラありがとう。確かにキョウちゃんはキョウちゃん、確かに動物に例える必要ないか。キョウちゃんはキョウちゃんっていう結果になりました。キョウちゃんはキョウちゃんっていう人で一番可愛いんだっていうことです。結論、結論出ました。おかえりなさい。かわいいシャンシャン。キョウちゃんよりかわいい動物はない。キョウちゃんが一番かわいいから。そういうことです。そう、人懐っこい、人懐っこいけど猫っぽくもあり、ひよこっぽくもあり、キツネっぽくもあり。キョウちゃんはキョウちゃんってことです。ハート、アミちゃんありがとう。かわいい。確かに小動物って感じする。11期ゆうねちゃんの小動物感すごいよな。ハムスター、ハムスターはどう。ゆうねちゃんハムスターっぽくない？なんかよく食べてるし、ハムスターもなんかよく食べてるイメージ、ほっぺに詰め込んで。だるまありがとう。ハムスターだな、しっくりきた。でも猫が多すぎんのよな実機。でも女の子って大体さ猫じゃない。犬系もいるか。リス、あ、リスか、ハムスター、あ、リスか、あ、ほっぺに詰め込んでるのはリスか。でもリスかハムスターかのイメージ。リス、ハムスターっぽい。アンズちゃんは猫です。この人は猫ちゃんです。ね、今日がでも犬かも。性格はなんか人懐っこくてよく誰かにくっついていく感じ。ハートありがとう。アンズが猫すぎて他の子が何かわからん。くるみちゃんがちょっとわからへん。何か、何やと思う。なんかでもめっちゃ高級な猫、めっちゃいいとこの猫みたいな。いいとこの猫でいいや。ペルシャ猫、ペルシャ猫2匹目。くーちゃん、くーちゃん、くーちゃん、くーちゃん。え、今日絶対ラメ少なかった。なんか自撮りしたも全然見えへん。サイリウムありがとう。乙女さん後ろおるやん、かわいい、大好き。なにこの顔、こんな顔してる、かわいい、かわいい。乙女、乙女さん、乙女さんかわいい。耳がかわいい、耳がほんまにかわいい。かわいい。今日が猫ちゃん大好きなんですよね。10ありがとう。リーナ芝っぽい、豆芝、豆芝やな、めっちゃ。乙女さん、乙女さんかわいい、動いてる、かわいい。あと3分、早っ。じゃあランキング見ます。サイリウム10ありがとう。豆芝やな、わかる、
だよね、すですよ。うさぎっぽい人おらんな、そう考えると。今日か違うな。13位、リス。12位、エゴさん。11位、ネコマカロン。10位、イチゴ持ったうさぎ。9位、パタゴンさん。8位、ギター持ってる人。7位、ひよこ。6位、ハンギョドン。5位、とカニかぶってる人。4位、キュッピー。3位、お酒の人。2位、ラスカル。ありがとう。10、ハート、ありがとう。ありがとうございました。乙女ちゃん、かわいい。あと2分の。はちょっとアーカイブ見ようと終わったらアーカイブ見ちゃおうと。てか気づけば1時間半やってましたね。早い。ありがとう、ありがとう。また明日会いましょうね。明日何しよう。でもね、やりたいこと決めてるけど、多分決めすぎるとまた守られへんから、なんとなくまだ13日会おうな。最近よう会ってる。ありがとね。今日もありがとうございました。おやすみなさい。ほな。ほな。明日も楽しく過ごしましょう。おやすみなさい。切ります。アーカイブ見てね。バイバイ。It's me。バイバイ。